本当にもう分かってない、ね。はい、皆さんこんばんは。7月16日月曜日、しゃぶくり真っ白に、第403回の時間がやってまいりました。今日の真っ白ですね、まあ、全国的に暑いんでしょうけどもね、真っ白ね、外ですね、温度測りました。5時30分現在でね、34度 C で、湿度が 60% でね、この街歩きセンターの中ね、まあ、エアコンが効いてるんですが、29度 C でね、38% っていう形ですね。まあ外もですね、結構暑い、まだその熱風みたいなものがね、外へ出ると感じます。はい、そんな今日の真っ白でございます。本日はですね、児童養護施設真っ白福祉寮に、保育士さんとしてね勤務されている方なんですけど、熊井克也さんですけども、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、熊井さん、まあ、これ第2回、真っ白町かかしコンクールについてっていうお話を聞きますけども、はい、まあ、初めにですね、児童養護施設真っ白福祉寮とは何ぞやっていうので、ちょっとお話を聞いて、ね、説明していただけるとありがたいです。はい、じゃあこんな形で、はい、どうぞ。はい、児童養護施設真っ白福祉寮ということなんですけれども、はい、まず児童養護施設というものなんですけれども、はいはい、こっちの、はい、いいですかね、これでね、はい、どうぞ。児童養護施設というものなんですけれども、こちらのところに書いてあるんですけれども、はい、保護者のいない児童ですとか、うん、あと、虐待をされている児童、はい、その他環境上、養護を要する児童を家庭的な、うん、中で養育していくというような施設になっておりまして、はいはい、真っ白福祉寮なんですけれども、うん、ですね、まあ、これもちょっとついでに説明してもらおうかな。あ、これ、そうですかね、うん、新しく方ね、そうですね、真っ白福祉寮なんですけれども、うん、平成27年にですね、うん、照射制という形に、変えまして、よりまあ家庭的な、うん、形になったということなんですけれども、はいはい、まあ、こちら見ていただければ、これが今 の、 全体図、ね、はい、全体図なんですけれども、はい、家が何個もこう建っているような形になっておりまして、はい、こういった形ですね、まあ、一般家庭と似たような感じっていうんだよね。そうですね、はいはい、でその中に、はい、まあ、子ども8人定員で、うん、その、まあ、以前と比べると少ない人数の中で、うん、まあ、ご飯を食べたりですとか、はい、お風呂入ったりっていう生活を送るっていうような形で今やらせていただいております、うん、なるほどね、一般家庭と似たような感じっていうんだよね、はい、そうですね、はい、でなんですけども、これこちらが先ほど見ていただいた、はい、図の正面なんですけれども、はい、こちらの方を行っていただきますと、はい、虹の家、はい、虹の家と書いてあるんですけれども、はいはい、こちらが地域小規模児童養護施設という形になりまして、うん、はい、本当に一般家庭、うん、民家、うん、一般の民家借りてるわけ、はい、一般の民家のようなところ、うん、町の中で、うん、こちらの定員6人ということで、うん、子ども6人を、まあ、その地域と密接に関わりながら、うん、ご近所付き合い等もしながら、はい、ゴミ当番とかもしたり、なるほどね、登校班の当番等もしながら、うん、子供を育てていこうというような形でやっている。そうだ、今まではまとめてこう、はい、なんていうかね、大人数なところに帰ってたけど、今回はこういう形でやるから、だからあれだね、やっぱりお掃除やったりとかって、やっぱ地域と密着っていうか、顔見たあれだね、やらなきゃいけないんだね。そうですね、うん、なんで隣、お隣さんだとか、はいはいはい、との付き合い等も、うん、大切かなっていうところもありますし、うん、子どもたちもやっぱり町に出てると、うん、その町の
子供たちとかと、うん、ああお友達になるか、はい、あの仲良くなって、うん、あの休みの日とでもすぐ外で出てって、うん、あの周りの近所の子と遊んでいるっていうような形になる家ですね、うんうん、なるほど、ね、はい、うん、でこちら下の方にも、うん、あの虹の家2と書いてあるんですけど、うん、こちらもあの虹の家と同じような、うん、あの形で、うん、あの地域小規模児童養護施設としてやらせていただいているところになります、うん、この施設はどのくらいあるんですか。虹の家ってのはいくつあるの。あ、その地域小規模っていう形でやっているのは2つなんですけれども、うん、あ、この中のあれとはまた別なんだ、はい、中には、うん、家が5つある形になります、はい、なるほどね、はい、じゃあ熊井さんも何あのこれ料理したりするですか。あ、そうですね、うん、あの料理もしますし掃除、うん、洗濯、うん、あ、洗濯もやんの、はい、自分はどうするですか、はい、自分の洗濯とか掃除は。あ、自分の洗濯もしますよ。やってんの、はい、ね、うちでちゃんとやってるですか、はい、あ、やったり。ちなみに年齢って何歳でしたか。あ、私は23歳。23歳、はい、でここへ福祉寮へ来て何年経つ。3年目になりますね。3年目になる、はい、どうですか、面白い。そうですね、やっぱりあの子供の成長は早いってよく自分が年いるのもあのやっぱり子供が日々、うん、あのできなかったことができるようになったりとか、うん、あ、そういうのちゃんと見てられるもんね。そうですね、やっぱりその、うん、子供も少人数になってますので、うんうん、目も届きやすくはなっていて、うん、あ、この間できなかったけど今日はできたじゃんとかっていうところがあのよく見えるような形にはなっているので、うん、やっぱりそういうところで、うん、まあ、子供が成長してるなって感じる時は、うん、あの、まあ、嬉しい気持ちと言いますか、はい、うん、っていうところありますね。それどうする、どうするの、そういう分かった時って、はい、ね、熊井さんどうされるの。あ、よくできたねとかって褒めてあげる。そうですね、たくさん褒めます。そうか、ね、はい、自分でやった時褒められたことある。自分でどうですかね。そう、覚えないから。まあ褒められてたのかなと。だから その分あれだね、今あの一緒にしてる子供さんにあれだね、倍ぐらい可愛いって言って、あの上手だねって言って声かけしてもらった方がいいね。そうですね、うん、はい、で、あともう一つは何でした。あ、そうですね、児童相談所っていうのもなんかあると思ってね、はい、児童相談、真っ白児童相談センターって書いてあるんですけども、うんうんうん、あの先ほど紹介したあの本体、こちらの方にあの併設されている形にはなるんですけれども、内容としましては、あの子育ての悩みや不安相談してみませんかってなんて書いてありますけれども、あの子育て支援ですとか、あのまあ子育てに悩みを持っている方とか、その福祉相談というような形で、あの相談できるような場所になっております、うん、なるほどね、はい、あ、もう行かなくても電話だけでも OK。 そうですね、うん、電話していただいて、うん、あのこういう、まあ、悩みあるんですけどっていうような話していただければ、うん、じゃあちょっとあの、まあ、お話聞く機会設けてみましょうとかっていう話に、うん、あのなっていくかなと思いますので、ね、はいはい、気軽に電話して、はい、していただければと思います。わかりました、はい、これ今回ですね、まあ、本題に入るんですけど、はい、松代町かかしコンクール第2回目のあれですけどね、はい、これやるようになって、まあ、2回目ですけど、はい、どういう形でこういう今までは寮で、ね、福祉寮の中でやってたのが今回外に出てくるような形になって、どういうことでこういうふうになってきたんですか。そうですね、去年から松代町かかしコンクールとしてやらせていただいているんですけども、うん、はいはい、でもそれまでは、うん、あの10年ほど松代福祉寮主催でかかしコンクールという形で、うん、第10回まで、うん、あのやらせていただいていたんですけれども、うん、やはり10回という区切りのところで、はい、あのじゃあそのかかしコンクールというものをこれからどうしていこうかという話し合いをしたんですけれども、はいはい、まあ、その中で、はい、やはりあのかかしコンクール自体がその松代町を盛り上げるですとか、うん、あのまあ、何かイベントをして活発になっていってくれたらっていうようなところだったり、うん、あのかかしを
必要としている方にあげたりとかっていう、ね、はい、ところの地域貢献っていうところから始まったところではあったので、うん、その、まあ、松代町っていう形で松代町主催っていうような形で、うん、かかしコンクールを大きくしていけば、うん、より松代町が活性化して、うん、地域貢献という形に近づいていくんではないかというところで、はい、松代町かかしコンクールという形で、うん、昨年からやりだした、はいはい、始めさせていただいています。はい、今年はだけど何件ぐらいあれですか、何体か何体ぐらいあれですか。そうですね、はい、今年ですと29体ほどかかしが、はい、集まっております。はい、でこのあれですかね、こういう虹の家の人たちっていうのとか、あと福祉寮の中の本体のところっていうのも結構みんなあれですか、全員参加みたいな形になるの。そうですね、まあ寮の中からは10体ほどかかし、はい、10体ぐらい出す、はい、出しているんですけれども、はい、子ども職員含めて、はい、みんなで一緒に作っていくっていうような形にはなります。なるほどね、はい、あとこういうボロってばおかしいけども、着古しみたいなとかそういうのはどうされるの。そうですね、寄付してもらうの。まあ、着れなくなってしまった子どもの服とかも、うん、ありますし、うん、まあ、職員がもう着なくなったこともはいあるので、うん、そういったところで、はい、なるべくお金を使わずにといいますか、うん、余っているものを再利用して、うん、かかし作っていっているような形にはなります。はい、これだけど何ですかね、これまあみんな各このね虹の家から始まって、みんな職員さんも絡めてそういう話し合いをするの、今年は何にしようかとかって。そうですね、うん、子どもと職員一緒に、じゃあ今年どういったものが流行ったかなとか、うん、どういうものを作りたいかなっていう話し合いをして、うん、でその上でじゃあ今年は例えばドラえもん作ろうとか、はいはいはい、そういった話になっていきますね。うん、これだけどね、みんなこう誰何を作ってるって言って、各家で何を作ってるって分からないように作るの、それともみんなオープンにしちゃうの。そうですね、割とみんなオープンかなと。はい、そうかね、まあ、4月1日にはもうみんな立てられるので。そう、出さなきゃいけないね。はい、まあ実際にこのみんな声かけするのはいつ頃から声かけしてるんですか。そうですね、いつも毎年6月の上旬ぐらいから、うん、かかしの募集をしまして、うんうん、で6月下旬くらいまでその募集期間として、うん、かかし持ってきていただくという形で、はいはいはい、やっております。うん、展示会場は展示会場なんですけれども、うんうん、松代荘の通りがあると思うんですけれども、うん、ま、ありました、はい、松代荘の通りを東城小学校の方に行っていただいた途中の右側の畑に、田んぼの方に、田んぼ見れば大体わかるわね。そうですね、並んでるからね、はいはい、一目でわかると思います。はい、でこれが23日まで行われているっていうか、これで投票しなきゃいけないんだよね。そうですね、うん、投票して、はい、ぜひ足を運んでいただいて、はい、どういったかかしが立ってるんだろうっていうのを見ていただいて、うんうんうん、でその場に投票箱と、はい、投票用紙、またペン等も置いてありますので、はいはい、これ昨年のやつだね。そうですね、これ昨年の様子なんですけども、はい、どのかかしが秀でてるかなっていうところを見ていただいて投票していただければありがたいと思います。はい、なるほどね、はい、こういう形ですね。はい、こういった形で、これ今年のものなんですけれども、あ、今年のやつなんだ。はい、なんで小平さんとか、うん、あ、そっか、はい、金メダルなんてありますもんね。そうですね、うん、はい、これはどうかな。これは去年、搬入のやつか。そうですね、これは去年、これも去年の、去年のやつですか。はい、写真にはなるんですけども、うん、持ってきてもらったかかしを、うん、田んぼの方に、うん、立てる、並べるってね、はい、工程になっていますね。はい、はい、で今年はかかしのテーマ、今年のテーマですね、かかしコミュニティ、はい、コミュニケーション、はい、どういうこと。
まあ、かかしコミュニケーションというテーマでやらせていただいているんですけれども、はい、まあ、何かテーマがあった方がいいだろうっていうところで、うん、つけているところであるんですけど、うん、まあその、まあ、目標にしているところはその松代町活性化していただければいいなっていうところだったり、うん、その地域に貢献できればっていうところなんですけども、うんうん、なるほどね、やっぱりその昔作って持ってきてくださった時ですとか、うん、いろいろ広報の活動で、うん、ポスター等も貼っていただいたりしているんですけども、はいはいはい、そういった際にまた新しい人と人とのつながりといいますか、うんうんうん、っていうところもできてこればいいなっていうようなね、はいはい、で、まあ、このかかしコンクールを機に、はい、コミュニケーションっていうことで、うん、かかしコミュニケーションという、なるほどね、はいはい、テーマになっています。これ見ると商品もあるってね、参加賞もありますよとかって書いてありますね。そうですね、うん、なんで今年のかかしの募集はもう終わってしまったんですけれども、まあ、来年だね。そうですね、うん、参加していただければ、はい、まあ、商品券プレゼントなんて書いてありますけど、うんうんうん、そういった形の、はい、ところもありますので、またぜひ参加していただければと思います。はい、まあ、最後になりますけど、これからのかかしコンクールどんなふうな形で持っていければいいと思ってますかね。そうですね、やはりその、まあ、長く続けていければいいかなとは思うんですけれども、うんうん、まあ、それで、まあ、目標にしている地域貢献だとか、うん、松代町が活性化してくれればっていうところが、はい、まあ、少しずつでも大きくなっていってくれればいいかなっていうところと、まあ、かかしコミュニケーションなんてありましたけど、うん、まあ、そういったところからかかしっていう形だけでなくても地域にこれから貢献できて、うん、していければいいかなと思っております。はい、わかりました。今日はね、いろいろお聞きしましたけども、まあ、若いので、はい、引っ張っていってもらえればいいかなというふうに思いますんでね、はい、いや今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ごめんね。ちょっと慣れてないもんでね、すいませんね、マキのスイッチも入ってませんでした。はい、はい、来週の予告の前にね、はい、ちょっとこういうのちょっと、はい、ちょっと持っててもらっていいですか。はい、はい、ね、佐久間象山先生のね、こういう新米さんからね、こういうものをもらいました。で、これがね、漫画になってるんです。さっとこう開いてね、漫画になってるんですね。ですので、この漫画、本読むのは大変だって方はね、この漫画見ながら、佐久間象山先生の勉強ができるかな、やれればいいかな。で、町歩きセンターにたくさん置いてあります。はい、ぜひ、もらいに来ていただければいいかなというふうに思います。あ、無料で OK です。いっぱいありますよ。うん、うん、清水さんも後でもらってってね。はい、そういうことでお願いします。さてさて、じゃあ来週ですね。はい、はい、来週です。はい、来週は、今日はね、宮坂さん、昨日大活躍で、うん、疲れということで、うん、大役でやります。うんうん、腰抜けしちゃったのかな。で、404回しゃべくりますよ、はいはいはい、水上神社で、開催のイベント、うん、パワースポット18について、はい、パワースポット実行委員会の青木さん、うんうん、お名前は分かりませんが、うん、はい、ね、あれ奥さん、あ、そうですか、青木さんの奥さんということですけども、
なんか他に連絡することあります、うん、あ他に連絡すること、パワースポットってね、水上山でやってるのでね、はい、ぜひまたね、毎年やってるんですよね、毎年去年もねやってるのでね、はい、その去年やったやつの写真なんかもね、見せていただいて、なんて説明してもらえばいいかなと思います。じゃあ詳しく教えていただきたいと思います。真っ白のなんか、注目されてる水上山だと思いますのでね、はい、じゃあまたあのパーソナリティ三田さん、はい、来週よろしくお願いします、はいはい、じゃあ、来週404回しゃべくりますよろしくお願いします、はい、7月23日です、はい、よろしくお願いします。清水さん、ありがとうございました。ありがとうございました。